ニュースをお伝えします。敬愛する金正恩総書記にチンダルレ児童基金の設立10周年に際して、基金のチンダルレ・サファリン会長から28日花籠と感謝の手紙を送られました。偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンヤ国防委員長のモザイク画が平安南道の各所に建てられました。主席と国防委員長のモザイク画は平山合成比較工場、徳ちゃん地区炭鉱連合企業所、ルンサン炭鉱、安住市ナムチルリ、チュンサン郡イアプリ、新安郡サムパリ、平安郡ランギョリに建てられました。敬愛する金正恩総書記が100歳の誕生日を迎える平安市関東郡ポンファリの第二居住人民班に住むレイドンスクさんに誕生日祝いのプレゼントを贈りました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が、人民経済各部門の実態を現地で把握しました。プクチャン火力発電連合企業所を訪れたキム総理は、電力増産に励んでいる労働者を励まし、生産の手配と指揮をさらに緻密に行い、科学技術を優先させて、党中央委員会第8期第5回総会の決定に示された電力生産の目標を必ず達成することを強調しました。また、寸理自動車総合企業所を訪れ、先端技術を取り入れて、高性能の自動車をより多く生産するとともに、増改築を推進することについて述べました。平安南道の寸川地区と徳川地区の各炭鉱で、キム総理は、人民経済の各部門で切実に求められる石炭を十分供給するため産業を増やし、関係部門で炭鉱を極力支援することについて述べました。現地で協議会が開かれ、今年、党と国家の政策課題を達成するため、無条件的な実行精神を発揮すること、品質監督をきちんと行い、原料と資材の供給を優先させることなどが討議され、対策が講じられました。これに先立ち、キム総理は、平安市ソングム畜産農場を訪れ、優良な家畜品種を取り入れ、飼料保障の対策を追いつかせ、使用を科学的に行うことについて述べました。一方、キム総理は、中央植物園の樹木園の増改築の実態を把握し、対策を講じました。羅村市羅人区域新平道で、新居入りがありました。景色の良い海岸に、一切の生活条件が揃った120世帯の多層住宅と病院が建てられ、住民が文化的な環境で幸せな生活を送ることになりました。羅村市羅人区域新平道の津波の被災地の新居入りの集いが27日現地で行われました。朝鮮労働党羅村市委員会新四所の責任書記が関係者と建設者、新居入りする住民とともに参加しました。市人民委員会新チャギル委員長の祝辞の後、住宅利用の証書が参加者の熱烈な拍手の中手渡されました。村中に楽しい踊りの輪が広がる中、新居入りが始まりました。幹部たちが住民を祝い、喜びを分かち合いました。スポーツ研究員で、今年、戦後スポーツ技術の進歩に役立つ90余りの価値ある研究成果を出しました。スポーツ科学研究所では、種目別の競技能力評価支援システムを新たに開発し、選手の体力と技術を正確に評価し、訓練を科学的に行うための保障をもたらしました。スポーツ栄養研究所では、マラソンなどハードな種目での選手の段階別の訓練負担に従う栄養補充方法など、価値ある研究テーマを完成しました。スポーツ器具研究所では、身体の均衡維持の能力の向上に効果的な訓練機材などを実情に応じて制作し、選手の熱意を高めました。朝鮮で民族遺産の保護に国家と人民挙げての力が入れられています。各地で有形遺産と無形遺産、自然遺産が引き続き発掘され、戸籍と遺物、景勝地と天然記念物の管理に力が入れられています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。
こちらは諸村の声放送です。地方の特産料理の発展にも古くから諸村人民はそれぞれの地方の山や野原、海や川に産する特産でバラエティに富んだ料理を作って食卓を賑わしました。より豊かな人民の食生活のためにいつも気を配る敬愛する金正恩総書記の細やかな関心の中、各地方の特産料理のレシピや種類は日増しに多様になっています。平壌のモランミネの麓にある村土閣は江原土地方の特産料理を専門にする食堂です。諸村東海を控える江原土はシーフードが自慢ですが、中でもハマグリで作った温山貝飯は独特な風味で人気をさらっています。食堂に働くキム・ギョンヒさんにお話を伺いました。ソウル상도각에서는기본적으로가게되면수산물료선도각의메인메뉴는シーフードですが、中でも温山貝飯以外の焼きと蒸し物は定評があります。3年前の4月、敬愛する金正恩総書記は幹部たちと共に直接貝飯を作って味わいました。総書記は貝飯は文字通り貝殻の中に米を入れて炊いてこそ固有の独特な味を生かすことができるとし、じきじき温山貝飯と名付け江原土の特産料理にするようにしました。総書記が教えたレシピで貝飯を作って出していますが、お客さんにとても人気です。伝統料理への総書記の関心はとても細やかなものでした。いつでしたか、総書記は伝統料理の発展で地方別の特産料理が重要だとし、地元の特性をうまく生かすことを強調しました。そして海岸地方では水産物で、山間部では山菜で料理を作るべきだ、同じ海岸地方でも海苔が産するところでは海苔でいろいろな料理を作り、網やカタクチイワシが多いところではそれで塩辛を作るべきだと詳しく教えました。どこでも地元の特性を生かし、その過程に人民の食生活をより豊かなものにするよう詳しく教えた総書記でした。今諸村では多彩な料理コンテストや伝統料理の展示会が行われ、伝統料理が大いに奨励されています。地方の特産料理の発展にも広大してお話ししました。諸村労働党の建設関連の政策。諸村労働党の建設関連の政策には、党の政治理念である人民大衆第一主義が具現されています。人民大衆第一主義は、人民大衆を革命と建設の主人とみなし、人民大衆に頼って人民に滅私奉仕するという政治理念です。諸村労働党の建設関連の政策は、まず人民の利益と便宜を最優先絶対視する建設についての政策です。諸村労働党は人民の要求と利益を優先し、すべての建設を進めています。設計図の線一つ点一つにも、人民が目指し求めることが正しく反映されるようにし、建物を一つ建てても人民の美観に合い、生活上の便宜を最大限図る原則を徹底させています。建築物に対する評価も人民の評価を基準にしています。建築設計で利便性、美学面、インフラを優先させる原則を徹底的に守る一方、安定し、保健衛生面、文化的な環境と条件を最高のレベルで保障することにまず関心が向けられています。そしてすべての建築物が人民の情緒と美観、実情に見合うように、また対応でユニークながら用途にも合うように設計されています。諸村労働党の建設関連の政策は、また人民の福祉増進のために何もかも惜しみなく投資するということです。諸村労働党が建設で堅持している基本的方向は、
人民の福祉増進のためのプロジェクトに優先的な力を入れながら、国の経済土台を強化するための産業建設と国土建設を同時に推し進めることです。諸村では国家建設総予算の相当分が住宅建設に支出されています。第8回党大会では2021年から2025年までの国家経済発展5カ年計画期間に住宅を大々的に計画することを明らかにしました。これに従って近年では5万世帯の住宅建設を目指して毎年1万世帯ずつ建設されています。また諸村屈指の鉱物産地であるコムドク地区では2万5000世帯の住宅建設が進められて文化的な鉱山都市が生まれています。これとともに各道市郡でも年次別に住宅の建設が推し進められ、特に農村住宅の建設がはかどっています。今後20年ないし30年を期限に国中の人民の生活環境を抜本から変えることにより、諸村を社会主義の理想国に、人民が最上の文明を享受し安らかでむつまじい生活ができる社会主義の楽土に作ろうというのが諸村労働党の揺るぎない意思です。諸村労働党の建設関連の政策についてお話ししました。